ちは、ベベです。ピクラテ D B 始まるよ、イエーイ。はい、今日はレイラの机紹介をやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは紹介していきます。机は5年生ぐらいまでリビングで勉強していたので勉強机ではないんですけど、すごくシンプルでお気に入りです。それでは右から紹介していきます。右の棚は3段なんですけど、上から紹介していきます。これは CD プレイヤーとチェキと映るんですがあります。 CD プレイヤーは音楽を聴いたりダンスの練習をするときによく使ってます。チェキは友達とたくさん撮っています。映るんですは修学旅行に行ったときに持ってったんですけど、残り3枚残っているのですぐ撮れるようにここに置いてあります。下に行くとペン立てと友達と撮ったプリクラがあって、ここにはちょっとごちゃごちゃしているんですけど、メモ帳とかスタンプがあります。下の棚は筆箱とポーチがあります。下には空箱があって可愛いのでここに置いてあります。それでは机の上を紹介します。机の上にはカラーペンと鉛筆があって、時計とユニバで買ったミニオンのユニコーンのお人形さんがあります。そして下に行くとここにはトランクがあります。撮影の時とかに持ってっています。ここには袋とか巾着が入っています。それでは左の棚を紹介していきます。この棚はすごくお気に入りの棚なんですけど、ここにはコスメとネックレスとかイヤリングがたくさん置いてあります。下にはたくさんの雑誌とカタログがあって、時間がある時とかに雑誌をたくさん読んでいます。下に行くとこの箱にはヘアアイロンとスマホケースとお泊まりセットが入っています。ここの引き出しにはコスメとパックと入浴剤が入っていて、ここにはネイルと鏡があります。これはメイクポーチなんですけど、お出かけとかに持っていきます。これはすごく可愛いレイラのお気に入りのケアベアです。実は上にもたくさんケアベアがいます。はい、どうだったでしょうか。少しでも参考にしてくれると嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。